はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバーズやっていきましょう。ということで今回のデッキは悪夢の始まりということで、悪夢将来を使ったデッキを作ってみました。で、今回のね、見どころといったら、やはりこのまずはね、悪夢将来、やはりこのメインのカード、悪夢将来が、まあ、9コスなんでちょっとね、コスト高いんですけど、そこをカバーするべく、まず MP ブーストがたくさん入っておりまして、で、さらにもう1枚。このカードを強くするカード、それがバラモス。バラモスが入っていますので、コストを1下げることができると。そしてなんといってもさらに新たに追加されたこのドングリ。こいつが魔力解放を手札に加えてくれるので、これで一気に使いやすくなったということで、こちらのデッキ使っていきましょう。それではやっていきましょう。よし、やってこう。先行、これは MP 的にはナイス。そしてカードは魔力解放とピサロの手先。いやどうだろうな、手先欲しいけど、まあ、ククールだからそこまでいらないかな。で、しかも、MP ブーストが欲しいんで、ここは交換かな。さあ、そして来るカードは、毒虫、死者の魂はナイス。うん、これはナイス。さあ、そして、バランス、いいんじゃないめちゃめちゃいいんじゃない。まずはテンションかな。で、エンド。まあそうだな、次のターンテンション高さかな。やっぱりまあこういう時って大体テンション高さっていう、僕の口癖、高さ使ったもうやばい、口が回らない。高さ使った時大体テンション高さっていうのが口癖なんでね。下の魂いいね。とりあえずテンション高さでエンドで、ただこうなってくるとワンチャン、そうだな、バラモス出してその次のターン下の魂がいいかな。うん、そうだね。あ、でも高さ的には、タバサ的にはちょっと死者の魂連続よりかは個別に出した方がいいっちゃいいのか、悩みどころだな。そしてロトの血を引くもの使ってくるか。はいはいはい。いや、バラモス悩むな。でも悪夢将来来てからの方がいっか。うん、ピッキーいいね。テンションアップ、どうしようかな。全部出しちゃっていいか。やることないしな、別に。あー、でも毒アムシは一応残してこれでいくか。で、おそらくまあピッキー取んないんじゃないかな。いくらカードを引かれるの嫌とはいえど、ピサロナイトとどっち取るかって言われたら、さすがにピサロナイト取ってくるんじゃないかなと思うんだけど、どうだ。フェイスに来るってことはさすがにない気がするけど、まあ除去系があったら別だけど、まあ多分、いや、どうだ。おっと、フェイス完全にアグロだね。もうこうなっちゃうとカード引きます。いいね。どうだ、パワスナとか持ってるか。まあその可能性も十分あり得る。だとしたらまあ可能性なくはないか。ピッキー残してカード引きたいみたいな、ないですね、ないですね。ということはここはもう、おっと、いいね、クモツ。まずはシャン魂で、ピッキーの効果でカード1枚引きつつ MP も1増やしてタバさんの効果も発動。いろいろ起こりすぎお願いで、回復もするやで、さらにピッキーでカードを引く。で、3点、2点、喜んでからの、闇雲はまあここでいっか。うん、ピッキーに使ってエンド。闇への供物。そろそろ将来、まあまあまあ、冥府のもんか。悪くはないんだけどな。もうちょっと、早めに、将来来てくれたら結構ありがたいんだけどな。だってこっちもう MP6 だよ。やばくない？どんだけ上がってんのっていう。この1ターンで何があった？おっと。確かに強いですが、2点ダメージに値したことない。アグロだね。おお、2回か。なるほど。やるやん。やるやん。いや、だいぶダメージ受けたな。だけど、鬼火どんぐり。死者の魂使うか。いや、待てよ。あ、でもバラモス別に使う必要そんなないか、今。だから、死者の魂使います。死者の魂よ。で MP1 増える。で、まあバラモス使ってもいいけど、別に冥府の門1コスになっちゃったらむしろ使えないんで、ここはトゲコンボかな。トゲコンボを使ってテンションアップで、でピサロナイトを出して3点ダメージでエンド。いいんじゃない。しかもしっかりとブラストアローケアもできる。まあもう一回使ったんで、だいたいこうないと思う、出てこないと思うんだけど、まああれだね、だからマルチロ、あいつも出てくるんで、まあしっかりと十字ケアはできていると。いいね。さあ、しかしそろそろ全然ユニット出てこないな。ブラで出てくる、なんだ、まさか高校芸みたいな、高校芸にかけてる、なんかブラストアローとかいっぱい出てくるけど、まあ除去ククールなのかな、流れ的にはね。
ロート入れてたりさ、ブラストアロー入れてたり、ブラレ入れてたり、結構除去系が多いんで、わかんないな。わからん。わからんときは、もう考えるのやめよう。そうおばあちゃんが言ってました。さあ、しかしながら、結構こっち揃ってはいるんだけどさ、次9コストなんだけどさ、いないんだよ、悪夢将来が。悪夢将来頼む、そろそろ頼む。さあ、そしてここで王女の愛をゲッチュ。はいはいはい。まあ、ここは、頼む。とりあえず頼む。まあ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 。まあ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 。そこまで高望みしちゃいないよ。我が身に宿れ。さあ、これで回復をしっかりしていく。そして、カード1枚取ろう。もう、肥沃。めちゃめちゃ肥沃。どっちかな。いや、ここは、3点オニビトングリーで、ピサロの手先でいこう。うん。いいんじゃない？で、2点ダメージでエンド。さあ、魔力解放が来たんで結構出しやすくなったけど、いやーでもねー、来ないもんには始まんないかな。悪夢将来来ないことにはもう何も始まんないんで、そこ頼む。結構さあ、ニフラムが来たちょっと怖いけど、まあそれ以外だったら結局のとこ何でもいい説ある。結構相手カード持ってるけどさ、何のカードかも分かんないかな。あんま使ってこないけど、ブラストアロー2枚しか、人面獣回復ククールか、ウラレーン。まあ、回復クールだったらどうだろうな。別に今までの動きがもうなんかよくわかんないから。よくわかんないから、別になんか回復らしい動きでもなければ、別になんかそれっぽい動きでもなかったけど、まあ回復だよって言われたら、まあそうなのかなみたいな感じあるんで、まあとりあえずここは冥府の門でいいかな。冥府の門でカード1枚引いて、これでワンチャンあるかね。うん、ワンチャン来る可能性あるから、そこにかけよう。さあ、なんだ？なるほど。なるほど。毒青虫使う。バラモス出す、テンションアップ、2点ダメージエンド。まあ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 、一応1コス下がるんで、バラモスとしての動きはもうしっかりと果たしましたと。で、おそらく竜王一戦でバラモスは取られるけど、テンションアップがあるんで、あ、こう考えると強くね。だってさ、テンションプラスいちゃうからさ、3コス43と考えたら標準スタッツで、なんか今更だけど強くね、バラモスって。遅い、一段遅い感想だけど。さあ、ここでやられていく。まあしょうがない、まあ、それくらいは許したろうといったところ。ミラクルソード、あー、竜王一戦じゃないか。これは回復っぽいな、本格的に。いやでもどうだ、自傷ダメージまだ言っても1体しかいないからな。パワースナー、いや状況がすごい。だがしかし、こちら回復をまだ持っている、潤沢に。そして相手はメラゴと、なんかよくわかんないリンゴと人面獣が隠れていると。おっと、竜王一戦使っていく。まさかのタイミングだけど。まさかのタイミングだけど、まあ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 、それありがとうと言ってこう。まあこっちも言ってもね、あんまり強い動きしてないから、ナメプカ。ナメプカまさか。さあ、とりあえず来い。待てよ、甘い、違うな。危ない。ここで天空の位置を使えばワンチャンありけり。さあ来い。まずは、冥府。そして、ここで来るのは、毒青虫でーす。全然嬉しくない。全然嬉しくない。どうしようかな。無視していいよね、正直。相手も邪魔だと思うんで、無視します。で、毒青虫で一応、一体倒すか？うん。なんとなく一体倒しまして、で、ピサロの手先テンションアップで、ピサロナイト出してエンド。まあ、一応ピッキーの守りは頑丈っていうか、なんだ、頑丈ではないけど、まあ、そこそこ普通の守りをしていってエンド。
さあ毒で倒していく。さあどうするか。いやーなんだこの何とも言えない試合は。なんだこの平行線を保ったようなこの何とも言えない試合だが、しかし勝ってしまえばそれでいい。だがなんかどっちも何とも言えない感じになってるけど、どうだ。でも結構こっちね、本当だからもう将来来てくれたら本当にね、全部決まんだよ、全部決まんだけど、そういう時に限って将来は来ない。もう僕ねこの試合10回くらいこの試合取ってんですけどあのね毎回決まる時に限ってデッキの奥底に眠ってるんで全然決まんないんだよね。さあベビーニュート、あー回復だった、回復だった、さすがにな、うん、逆にここまで来て回復じゃなかった方が驚きだったけど、はいはいはい。ただねあんまりあっちダメージ受けてないからそんなに。シャール、シャール及ばずながら全力を尽くします。なるほど、ホイミ急に来たな急に回復らしき動き来たな。1点ダメージ、しかし1点は大したことない。そして 2-2 になっていく。時間も少なくなってきたし、ふんふんふん、さっさと終わらせる。まあ至って普通な動きと、そしてステルスをわざわざ解除していく。そして一体召喚、めんどくさいな。魔力もはほっとこないなほっとこないな、もう諦めるよ僕は。で終焉でいけるから、とりあえずここ1点ダメージ食らわせて終焉の波動で全除去してピサロナイトだけ出す。で天空の H 使ってあれだね、何かしらのカードを引いていくと。でもこれ使っちゃっていっか、うん、魔力解放もうここまで来たらまあどうせ MP ブーストという面においてはもう勝ってるんで OKOK、 すいません。そしてピサロナイトが出てくる。そして魔力解放、待って一旦見よう。力を今使ったばっかり今使ったばっかり、しかしそれはナイス。魔力解放使って冥府のもの使ってエンド、いいね、冥府よ来たれ。さあ素晴らしい冥府のもん。さあこれでしっかりとウォールも張っていく。うまいね、我ながらうまい配置だ。まあ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 みーや。そしてキュートスだと、待って怖い、待てよ、え大丈夫、皮肉ある、皮肉なことしてくる。そしてもうほんと来ないな、ほんと来ないな。え入れたっけ入れたっけ、入れたよねさすがに。終焉使うのもったいない相手だし、まあ MP 別にいらないからどんぐり置いてテンションアップでいっか。うん頼むって本当にね、何え、ね、僕の動画を潰しにかかってんな、正直なとこ。将来をこんな来ないことある、残り11枚で2枚眠ってるってびっくりよ。悪夢将来しかも全然来ないんだよね本当、いつも思うんだけど、まあ、一番最初ね、最初の手札見合わせるときとかは、まあ、来てくれることあるんだけど、それ早すぎると思って戻すと大体来なくなるっていう。さセラフィー、魔勇者さん強そうだな、主演使うか主演使うか、もう一体出てきたら主演使おう。テンションアップ、いや出てこなさそう、出るか、むしろ来い、むしろ来い、来い来い来い、一周回ってきてほしい。ああ来ない、反応に困る。私のターンだ。まあケトス無力化してもいいんだけど、あーいいね、あこれ来たんじゃない、あこれミスったな、アンデッドマン攻撃するの忘れてた、まあいっか。さあこれでさすがに来ました、でも危ねえな危ねえな、もう来んの遅、来んの遅、3枚目で来るって。ただここはまあ終焉先に使っちゃっていい気がすんな、うん。あでもどうだ、敵の数的に、うーん、うわこれ悩むな結構。まあ、ケトスもめんどくさいしな、生き残ってると使うか、使います、滅びされ。でユニットは出しておきたいんで魔力解放を使って
OK、0号のケトスの後もいないようなもん。そしてここで C ゴーレム出してエンド。いいよ、なかなかいいんじゃない。さあこっからもうやっとよ。何だったんだ MP ブースト、全く意味ない。いや、するべきことはもうなんか思いっきり
噂を吹かせるとは。さあ行きましょう、勇者殿。神、どうか我らに力を。行きましょう、勇者殿。神よ、どうか我らに力を。